ギーズ公アンリ一世、ギーズ公アンリ一世、ギーズ公アンリ一世は、16世紀フランスの貴族、ユグノー戦争期のカトリック派の中心人物、カトリック同盟のリーダー。ギーズ公フランソワと、ヒアンナデステの長男。ギーズ家は、カトリックの中心勢力として、国内の改革派を弾圧していた。ユグノー戦争が始まり、 父フランソワが1563年に暗殺された後、アンリはギーズ家を継ぎ軍人として活躍したが、父を暗殺したプロテスタント側のコリニー帝徳への憎しみを募らせていた。1572年8月、プロテスタントのナバラ王、アンリの結婚式出席のため、パリに多数のプロテスタント派貴族が集まった。ギーズ公アンリ一世の軍隊はコリニー帝徳、 はじめプロテスタント派貴族を襲って虐殺した。指令を出したのは、シャルル九世の摂政カトリーヌ・ド・メディシスとも言われる。この時、ナバラ王は宮廷に監禁され、カトリックへの改修を強要された。しばらくの間、ギーズ公とカトリーヌを中心に政治が展開していたが、ナバラ王は宮廷を脱出して、プロテスタントに再改修した。1576年、 アンリ三世がプロテスタントと結んだ、暴流の和義はプロテスタントに有利であったため、カトリックの間に不満が高まった。同年にカトリック同盟が結成され、ギーズ公はその中心となった。1585年以降は、アンリ三世、カトリック同盟のギーズ公アンリ一世、プロテスタント派の名バラをアンリが王位をめぐって争う状況となった。 正当な王位継承者は、ナバラ王であったが、プロテスタントであったためカトリック同盟は反発しており、ギーズ公も王位を伺っていた。1588年5月、ギーズ公がパリに入ると、アンリ・三世はパリを脱出した。アンリ・三世とナバラ王はカトリック同盟に対抗して提携した。その後ギーズ公とアンリ・三世は和解したが、対立は収まらず、 12月23日、アンリ三世は、この衛兵に命じてまず、ギーズ公を、翌日には、弟のロレーヌ・スーキ教を暗殺した。ギーズ公位は、非、カトリーヌ・ド・クレイブとの間の息子シャルルが後を継ぎ、カトリック同盟の指導者の地位は、弟のマイエンヌ公シャルルがついた。ギーズ公アンリ一世の生涯、特に暗殺事件は、後世の文学、絵画、演劇、 映画などの題材としても盛んに用いられており、ポールドラローシュの1834年の絵画、1588年のブロア城におけるギーズ公暗殺や、カミーユサン・サーンスが1908年の無声映画のために作曲した世界初の映画音楽とされるギーズ公の暗殺などが知られている。ラファイエット夫人のモンパンシエ公爵夫人やアレクサンドル・ディマペールの王妃、 マルゴなどにも登場する。ありがとうございます。